るんで待ってて、ちょっと座って待ってて。はい、うん。気づくかな、この時。でもなんか寛容さそうですね。あと、うん、行動力があるからおかしいのとかすぐ来そう。あー、確かに寛容さそうだね。声とか発さない方が確かに静かにしてよっか。ちょっと長くないですか。ちなみにユダちゃんは今メイクしてるから、エコちゃん気づくかな。え、なんか大きい声でわーだーって言ってた。あ、確かに。なんか来ないけど来ましたよ。あ、確かに確かに。え、撮ってますか、カメちゃん気づかないね。でも3分くらいならトイレ行ってるかもっていう発想が。スマホ触ってたら3分くらい経つよね。確かに。カツ丼めっちゃ美味しいよ。お昼ご飯は選んでます。どうしよう。何と何で迷ってる。全部で迷ってます。なんか今日の美味しいやつそうなものばっかじゃないですか。そう、ステーキって珍しい。嘘。あ、4分経ちましたね。なぜ気づかない。私だったら1分だったらまだせっかち。せっかちです。せっかち。そうです、せっかち。待つの嫌いなの。待つの嫌いなの。でも私もせっかち。なんか一番の列に並べないみたいな。もういいわみたいな。なんか結構穴場スポットとか探すんです。いいね。でもそういう風に転換できる。なんか生瀬物だから全然。いいねか。待つの大丈夫。全然、怠け者だから時間がやばいのに。怠け者じゃないですよ、マイペースで。服変えよっかな。今日ももう10分前になってるのに、スカート別のにしようかなみたいな。え、それは怠け者じゃなくてマイペースなんですね。え、前日に決めないの。決めた。だけど、あ、うちの方が良かったかもみたいな。もう5分経ちました。もうね、決めたらもうこれ、絶対これ。え、これ嫌だ、え、嫌だってなっちゃう。なんで気づかないんだ。これ待ったら私多分あのソファーで寝てる。一人ってことを楽しんじゃう自分だった。あ、私も確かに。ソファーに思いっきり寝っ転がって足上げて友達と電話したり、なんか友達のストーリーズ見たりしちゃった。思いっきり。どこでですか。あの横隠しカメラ。嫌なんだけど。隠しカメラとかじゃなくて普通の正面に回ったし、正面のカメラも回ったし、横も回ってました。嫌なんだけど、めっちゃ体勢悪かったですよ。エコちゃん初ドッキリでした。今度逆ドッキリしましょう。もっと強いドッキリください。なんかもうなんか困るくらい。困るくらい強い。なんかちょっと今携帯見ながらじゃあエコちゃんエンディングお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。なんでそんな声なの。ちょっと声が変。
ってて。